難しかった。曲がるとこが難しかった。コーナーリングのテクニックがこの優勝を導いたということでございます。続きまして2位の、リボンの騎士、どうでした？悔しかったけど、曲がるところがちょっと苦戦しちゃったからしょうがない。ちょっと苦戦したそうでございます。あ、失礼しました。お客様さん見えるように少しこちらに出てきます。続きまして、ザリ様飛ばして、大人の方では残念ながら4位で、いかがですかね、今日は。童話の時代からのライバルであるウサギさんに勝ててよかったと思います。ウサギとカメということで。仲良しか、仲良しか、お前ら。先ほどご自分の方でドベということを言われましたけども、栄えある予選を通っての5位でございます。入賞でございます。競馬でいうと掲示板に着順が乗るところですね。おめでとうございます。ありがとうございます。まさか自分のところのヒーローに裏切られるとは思いません。なぜ俺がまっすぐ行ってるのに横からわざわざ入ってきて俺の乗ろうとしてる車を取るのか、その神経が分かりませんね。はい、まあ、おとなけないと思いますが、これ以上は申し訳ございませんが、帰ったら殺す。ちょっと内輪もめが出ておりますけども、そろそろザリ様準備はまだですかね。表彰式をこのまま、こちら午前の部ということで取り行いたいんですが、それではちょっと敗者の方からですね、何か一言。悔しいです。悲しいと言ってですかね、今の。はい、非常に悔しい、残念ですということで。なんで俺が通訳じゃないか。どうですか、子供代表として。楽しかった、悔しかった、悔しかった。次やったら勝とうね。お兄ちゃん、次は必ず勝つと。そうです。いかがでした。ニャンコに乗れたから満足です。うれニャンコ、あちゃか。声はどこからですか。そのあたりから。はい、いい、聞かった。もっと男らしく。いい、聞かった。今日ほど悔しかったということで、皆さんこれで全員でございますかね。もう一度記念撮影とかされると思いますので、もうちょっと前の方に敗者の方、こちら敗者の方、こちらこちらは、名者じゃなくて勝者。敗者だったから名者。帽子帽子帽子、最近よく症状来た、廊下帽子って言うんだけどよ。はい、症状が来ました。